ロススタイル、イエーイ。変な感じ。どうも。どうも。ご無沙汰します。ご無沙汰してます。リジです。どうも。はい。まだ生きてます。リジさんと五十嵐でございます、はい。久々のコンビということで。はい。100万エールという番組半年前ぐらいまでしてましてね。そうですね。めっちゃ久しぶりで。元気ですか？元気です。なんとね、くしくもここ、うん、多分最後に、そうなんです、100万エールの最後の収録日にここで、こちらでね、そうなんです、名前、屋号が変わる前に、はい、ね、ここで収録させていただきまして、おはようでございます。クロススタイルっていう番組なんですけれども、はい、知ってる？恐る恐る聞くけど知ってる？大体、大体、大体大体やんな。初めてやから、その現場の感じは知らん、感じは知らへん、うん、結構自由です。お結構丸投げな感じでいいな、やってるので、いい、うん、まあ、一応あのクロススタイルということで、お互いのバチスロスタイルでどっちが勝つかっていう対戦番組なんですけど、なんか対戦じゃなくてもいいかなってちょっと思ってるんですけど。どういうこと、どういうこと。対戦じゃなくてというか、はい、乗り打ち、まあ、ずっとやってきたから相性は絶対いいはずやと思うんです。相性良かった、プラス収支やと思うで。確かにマイナス2万枚とか言ってた子があったな。相性いいわ、多分。相性いいわ、言い過ぎた。でも、うん、ずっと一緒に番組やってきたから息は合ってると思うから、まあ、久しぶりに乗り打ちにしないかなっていう。あ、いいですね。乗り打ちにしてマイナスやった2人で罰ゲーム。痛み分けな。そう、痛み分けで、あ、罰ゲームを巻き込んでいくスタイル。いつも通りって感じでいいかも、逆に。そう、うん、そっちの方がなんか思い出すやん、いろいろ思い出とか。さっき車の中でさ、そうそう、100万グッドのなんか初期のやつとか見出してさ、死にそうなった、周知心で、うん、死にそうなったよな、あれ。ほんまに恥ずかしくなった、初期の 2,3 年前のやつとかかな、なんか、うん、結構しこたま罰ゲームやらされたっていう。やらされたし、うん、なんかキャピってた。あ、そうそうそう、キャピキャピしてた。本当にピチピチだったね。だからまあ、うん、結果によってエンディングで決めるか。じゃあエンディングで、はい、罰ゲーム。ちょ、負ける前提なんや、ね、負ける。確かに確かに、うん、プラス収支を目指して、じゃあ2人で今日は力を合わせてクロススタイル頑張っていこうと思います。頑張っていきたいと思います。気合い入れて上着を脱いだらすっごい寒いです。春の嵐だ、春の嵐。あー寒いよ。いかん。え、もう風強すぎてびっくりしてる。おはようございます、よろしくお願いします。うおう、私これで行くわ。いやでもなー、窓通やんな、窓通よねって思うけど、まあいっか。な、ないぞないぞな、あれ、あ、あ、あったあったあった、ありました。こちらです、バイオハザードを取ります。はい、今日は、狙い台が取れました。バイオハザード7で行きたいと思います。3回目ぐらいが、3回目かな、打つのは1回目ですが、結構人気で私も面白くて、今このバイオカー正宗にハマってます。ひかりさんと本当に久々で、100万グッド、100万エール以外収録で会うことがないので、たまに来店で、ね、一緒になることはあるんですけど、変な感じでした、オープニングとか。はい、それではちょっとあの手が当たってレバーを一回しちゃったんですけど、で行きたいと思います。まだまだ現役で窓2が未だにすごい人気で、観客打つんやったら窓2打つみたいな人多いと思うんですけど、10ゲーム追加、何気にね、反逆もね、面白いんですよね。そもそもコイン持ちのえらい違い、
個人的に結構好きっていうのもあるんですけど、あの相性が結構良くて、54ゲーム追加、結構来店とかでも打つんですけど、割と勝率が高い。それは設定差とかじゃなくて、どっちかっていうとアームで出してる感じはするんですけど、ラッシュに入れてしまえばみたいなところが、おー、追加からの干渉遮断フィールドです。レアさえ引いてしまえば、2回目、ちょっと待って、これ 50%、 おっ、早い早い、63ゲーム投資が2本です。弱レア役は核じゃないんですけど、行きました。いいよいいよ、これはね非常にまずいです。超高以上じゃないとソウルジェムが、ここでレア役引くか薄いとこ引くかしかないな。無理よな、次次で、あ、あ、早くならワンチャン、あ、え、マジマジ、ほんまに引いてない。スイカめっちゃ仕事してくれる今日。はい、あの完全に引きだけで入りましたね。ラッシュ早い、ブースしたですね。行くぜ、行くで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 、めっちゃラッキーやった。行きます、オールさやか、続くんですけど、2セット目ありました。めっちゃラッキー、マジでラッキー。さすがに終わりかな、200枚、もう1回あった、あるある、すごいラッキー。基本的にマジで1セットなんで、最低でも300枚は確定ですね。全部さやかやねんけど、うわ、はい、300枚、でかい、もうないかな、もうないかな、もうないかな、あっ、マジ？そんなんいいんですか、いきなり。めちゃくちゃレアなパターン、結構売ってるんですけど、4セット取れたのは多分2回目ですね、これで。え、ちょっとちょっとちょっとさやか以外にも頑張ってほしかったところはあるんですけど、まあ、だいぶ取れたんで400枚スタートです。でっか、もうこの時点でプラスなんですよね。その100マイルっていう番組は、ね、半年前ぐらいに、まあ、終わっちゃったんですけど、まあ、3年ぐらいねやらせていただいて、その最終回がこちらの店舗様でさせていただいて、
ただこう内容をあんまり覚えてないってことはそれなりの結果だったと思うんですけど、なんかキャピキャピしていたというよりかはうるさかった、うん、なんか若さ、うんうん、なんか何も怖いものないみたいな感じだった。だから最近私とかひかりさんを知ってくれた方とかは逆になんか違和感があるのかなとちょっと思いましたね。でバレット今スイカで獲得しました。黄色いバレット、チャンスゾーン当たった時に使います。チャンスゾーンで、あ、チャンスゾーンで使うのはね、アイアークから獲得できるパレットとこの1000ポイント貯まった時に使えるアイテム。なんか緑文字、あ、あ、熱っ、あ、配線、配線で合ってる、サイズ天国じゃないですかこれ。通知の時、まあ、1回しか行ったことないけど相当暑いと思います。演出にまず行って、演出が外れてからのベイカーズダイナー食卓、行かないか、外れ、これは当たるな、あ、なんか文字ど真ん中ストレートよ、まあ、ポイントも貯められなかったしバレットも1個しかないからちょっと突破できるかは分かんない、緑で行ってしまったけども、あれ大丈夫、チャンスアップあり、あ、ブーと言っております、ほい、サイズ天国だ、4000円、天国だよね多分ね、はい、4000円で当たりました。幸先よし、クライマックスバトル、バレットは白、白と黄色、スタンダード告知でいきます。そうだよね、50% ですね、ファーストステージの期待度1/22、さあ行きましょう、朝一から、まだわからん、私は信じています。終わりました終わったし、有力化ランプも消えたという基本パターンです。マジ、追加で発展、まあでも赤セリフ、あれレア役の赤セリフ、チャンスアップの、おーい来たぞ、幸先良すぎて怖い案件、
当たりました。合格からスイカ。小村 VS マミです。小村マミ久しぶりやぞ。これ本当ね、落差がめっちゃ激しいんですよ。乗るときはほんまに3桁乗るんですけど、乗らへんとき40ゲームとかで終わるんで、30ゲームとかで終わるんで、いかに時間停止できるかですね。ラッキーラッキー。まあ特化ゾーンなんですけどね、上乗せの特化ゾーンなんですけど、ホムマミとあとは悪魔ホムラっていうのがあります。時間停止ください。ホムラのカット今ね弱いんですよ。グリー 33% やったかな。マミのカットインの方が熱くて、2人のカットインやと思う。激アツです。ちょカットイン出なさすぎ。うわい、あれ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 、よし行けました。20ゲーム、これで行けるかな。行ったよ。これが時間停止なんですけど、なんか歌流れてんねんけどさ、歌流れんの初めてなんやわ。ここのオーラの色を昇格させればさせるほど上の狭い数に期待できるってやつなんですけど、 なんで歌流れてんのって感じ。マジで息がいいですね。めっちゃスイカ引くやん。青いいの？怖いんやけど。やばいやばいやばい。耐えて耐えて。あ。お。おおおお。おわ。緑オーラで。マミさんの場合は大丈夫。ホムラの場合は終了の可能性がある。110枚。十分。でまだ続きがあるので行きます。いつもこんなに調子が良ければいいのに。もうないかな。どうあいつを守りつつ。おー、チャンス目、チャンス目だよ。な、怖い怖い。はい、ホムマミで210枚乗りました。え、めっちゃプラスやん。え、ただこれね、乗り位置とか言ってなかったら絶対なってないから。これはこんな調子よくないから。今日めちゃくちゃスイカ仕事してくれてるけど、いつもスイカマジで息してないんで、本当に。あー、これは難しいかも。チャンスアップもないかも。一個だけあるかも。あ、あるかも。ありましたね。びっくりです。もう多分こんなに調子のいい反逆はもう金輪際ないのじゃないかと思うぐらい調子がいいです。はい、普通のボーナス。10枚上乗せ。わー、
キスしそうです。今のボーナスでもボーナス中にレア役とか引いたらね、もっともっと枚数が乗ったりするんですけど、今レア役一切引かなかったんで最低保証の10枚でした。ジャックチェリー1回も引いてないな。ジャックチェリーもね設定差があるんで、待って、下パネ消えてんけど、何かが起きた。オルデって聞こえてきた。読んだがって。しかも弱点やん、なんで弱点で下パネ切れんの、めっちゃ気になんねんけど。初めてのパターン多すぎて、なんか当選してるってこと。弱点の話してたら弱点出てくるんや、ちょっとおもろいや。期待していいんかな。いつもなら弱点とか本当スルー案件なんですけど、今のとこ別に強い要素はない。またホームマミ、弱点で当たったってこと。あなたの霊を騙されている、ここは本当の南ハルです。どうあってもそいつを守るわ。追いかけようなんて思わない。サボさんの私と、びっくりなんやけど、これも初めて弱点でこのまみ当選。よし、こうなったらもう一回時間停止目指しましょう。右よ、中よ、ゲット。左、右よ、ゲット。終わっちまった。60枚でした。中、マジカラッシュ。まあ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 、もう一度入ってここで溜まります。アイテムチャンス3つ目、でおまけに赤バレットもあるし、まあちょっと深いとこまで行っちゃうかも。だけどかなりチャンスではあります。あ、回線にと当たる。でも B か C だったかな。ここでベイカーズダイナー、あ、行きました。違和感演出、あ、赤まで行きましたね。2つ目、これはもう絶対大丈夫。はい、大丈夫です。焦った。当たりました。よ
453ゲーム、投手が13本ですね。さあ、アイテムは結構あるよ。アイテムチャンス3つとバレットも赤が持ってるので、あ、赤2つしかも、ここで赤が出てきましたよ。いや、これは強いと思うよ。これは行かなきゃいけない、本当に。このアイテムチャンスでレアパワー、レアパワー欲しい。あ、これチャンスアップ、あ、ラストチャンス、最後の負けた時の2分1と、レベルが1個上がってと、あ、レアパワーもゲットしました。これはいけると思うし、行かなきゃいけないやつです。はい、でここから、レベルを上げますね。一気に行けます。バレット、黄色があと2つ、こっからちょっとこっちにしよう、頑張ってもらおう。この赤バレット2つ、 OK。 あ、赤バレット1個消化しました。お願い、頑張れ頑張れ。とりあえず6まで行って、いけるよ、もっといけるよ。7まで行こう。よし、10まで行ったら確定。あ、そら欲張りすぎです。とりあえず9分の1なんで、ファーストステージは 80% オーバーですね。期待度いけます。 9.6 分の1いけます。もしくはレア役引けば確定なので、本当にお願いね。ここ決めないといけない。よし、あ、早い、早かった。あ、ジャクテリを引いてました、そっちか。さあ次ですね、次はもうレア役、レア役を引く。ダメでも最後に2分の1チャンスありますから、プチューンさせよ、プチューン。よし、いけるいける。大丈夫かーい。はい、3ゲーム。あー、やばい、まずいです。あ、何も言ってない、何も言ってないけど、行けました。やった、やれました。あと1ゲームだった。よし、投手13本取り返しましょう。達成いたしました、ハザードラッシュ。さあ、初期ゲーム数を決めます。ここでいいね。あ、増殖。いけいけ、10ゲームでかいぞ。せーの、よし、あ、ここを超えないと。はい、せーの、あー、でかいでかい。でもいいです、いいです、いいです。揃えば、どう
高速。赤まで行ってたんだ。はい、すみません。ワイルドファイヤー全役で抽選。はい、なんか引けました。トースメントーチャンスメ。あ、またレア役シートを引きました。トーチャンスメか、これはな。それで10ゲームは出せ。引くねえ。いけ、キュッ、よっしょ、いった。あ、ごめんなさい、20ゲームはのせです。終わりました。232ゲーム、1032枚、上々です。お、またチャンス目。あと5ゲーム、粘ってる粘ってる。はい、ミッションどうですか、いけたんじゃない。ああ、なんでだ、実況に上乗せしてくれてたはずなのに。さあ、ラストですね。急に終わりが訪れました。1080枚でございます。ユリク観覧プも消えました。基本パターンですね。初当たりでも1000枚超えてちょっと十分な感じです。プラスですね、今のところ。108点か。チャンスアップ。あ、108点からのあれかな、前兆かも。記憶の回路、そうですね。追加。赤文字出ちゃったよ。ちょっと心もとないな、まだ。いやー、弱いよ弱いよ。タイトルの変化もないし。チャンスアップもないので、ジャックチェリー93ゲーム厳しいですかね。最後、最後カットインついてくんの。いや、当たった。結構ラッキーなパターン今のは。いや、でもカットインかな、結構強いんで。まあ、よかった、OK。94ゲーム持ちメダルで当選です。前兆弱かったからちょっとないかなと思ったんですけど、もう一回入れよ。
出会いく引くしかない。これはいける、無理、これがデフォルトです。さあ天井ですね。747ゲーム持ちメダルにての当選です。これがね40ポイント足りませんでした。残念、バレットも白です。せめて赤が欲しかったね。あ、でもアイテムチャンス3つと、ちょっと待って、あ、チャンスか、アイテムチャンス3つと白バレット1個、青5個、黄色4個、緑以上が1個もないんであんまり上がんないと思うけど、アイテムチャンスがね、さっき赤だったの、チャンスアップやったのに。レアパワー、あ、待って、レア役お願い。あ、来た、まあ、オッケー。レアパワーは絶対に欲しかった。いいよ、あと青2個、青が終わりました。黄色3、2、1、6、11分の1、 75% オーバーでございます。いけます、大丈夫、天井まで行ってるんで、もう行くしかないですね。ここはお願いします。レア役よ、レア役、ですけどお願いします。押せる、全然押せた、あ、待って、頑張ろう、11分の1やしね。あ、来た、頑張った、難なくいけましたよ。難なくかわからんけど、次ここでレア役ですね。ここで入らんかったら優さん終わりにしよう、むしろ始めよう、ここから。よし、レア役引けばいいの。レア役弾いたとき音が違うみたいやねんけど、ちょっと分からへん、やばい、あと3ゲーム、さっきと違ってラストチャンスがないから、あと2ゲームでほんまに終わります。この1ゲームでレア役引ける気がせん、いきます、ラスト、うわー、やってまったな、これ。まだ逆転のパターンある、あります。あー、終わった、さよなら。設定ニゴロシサですね。ちょい、うわー、微妙、あ、
年はタッチより暑いので、花火がやった当たったかも。508ゲーム、全長の時点ではちょっと怪しかったんですけど、オッケー、はい、511ゲーム持ちメダルで当選です。結構ハマりました。まあ少しでもな早く当たった方がいいんで、まあラッキーとしましょう。入るのかってとこなんですよね。確か前回も同じパターンじゃなかったっけな。ちょっともう大当たりが昔すぎて忘れたんですけど、はい、まみさんです。頑張ってよ、結構メダル減らしたよ。ね、早く。厳しすぎ、笑った。次、まだまだあるよ、チャンス。もうないよ、チャンス。どうしようかな。よし、隣の反逆高谷しますいや、1000枚ぐらい持っててんけど、投資2本でけど、もう飲まれてる、うん、飲まれとる、飲まれてる。あと85枚しかない。投資は投資2本、投資2本、投資2本で当たってこっちで、で1000枚ぐらい出て、おそれでずっと遊んでる。マジで遊んでる、余裕やん。どうなん、バイオやんな。バイオ今ちょいマイナスぐらい一回入ったけど、あそれこそ1000枚出て、うん、また天井まで行ってしまって入らんくて。うん、移動する、移動するかもしれんし、せんかもしれん。オッケー、行ってきます。まま行く、行こう、白のまま行った。これは当たる、当たる、あやく、あちょっと待って、ここじゃないで、あやく当たりますね、これ はい、てっぺんまでは行かなかったけども、結構ハマって追加投資もしちゃいました。641ゲームの投資17本でございます。さあ決める、決める、アイテムチャンス4つ、バレットもまあなんかそんある、ある、期待できるやつはないけど、あれ赤くない、あレアパワー、 OK OK、 あラストチャンスもいただけました。あと黄色3つ、あ3つじゃない、あと3つ、レベル6、さっきと一緒かな、 75% オーバー。よし、これはもうね、バイオハザード、これラストチャンスです、私いきます。なんでラスト3ゲーム来たか、来たか、来てないぞ。ラスト2、あっうるさい、ごめんなさい、よかった。なんか引いた、引いてない、あ引いてないけど、ありがとうございます、非常に嬉しいございます、ありがとうございます。54ゲームですね、うんうん、
まずまずでしょう。行きましょう。パザードラッシュ2回目でございます。3枚で終わり。あーどうしようかな。大当たりよ、大当たりね。692ゲーム、はい、手帳ですね。投資が5本です。ここだけが救い。お願いやで。全部青スターとかもしれんけど、いかに昇格させれるか。ありがボーナス。はい。一番あかんやつですね。インキュベーターに気づかれてしまうのです。グースしたはグースしたですね。どうしましょうかね、こっから。慣れてしまった。はい、入らないときはこんな感じで一生入らないです。もう一度チーズが食べたかっただけなのです。必須示唆しすぎ。まだ若いんだよ、そんなアピールしないで、おばさんに向かって。さあ、あと一人、ごちそうさまでした。いや、あと一人です。青鬼柄。ああ、ちょっと待ってくれ。赤、赤、赤。ああ、なんで？なんで、なんで、なんで？さ、なんで最後だけこんななんか大人しいわけ？ちょっと。赤、赤。あ、ここか、ここか。え、ちょっと。めちゃめちゃ危ないです。はい、あ、あ、あ、ちゃちゃちゃ、え、え、え、行ったんじゃないこれ。牙でしょ。うわ、お願い、これ、あと他が微妙なのよ、要素が。お願いします。うわ、なんで、なんで、え、なんでじゃあ牙2つあったの。まだわかんないよね。うわ、もう本当に本当に言ってる。あ、赤いよ。え、行ったっしょ、行ったっしょ。あ、行った行った行った、やりました。ありがとう。 OK、 行きますね。やりました。マジ超鬼ごっこ確定。あとは乾燥させればいいだけですよね。さっきの赤捕食でさ、ダメなわけがない。ただその審査さんの時みたいなことが起きてしまうんじゃないかとちょっと不安なんですが。捕食してる音がしてる。あ、ブラックアウトを発生しないといけない。プチュンすればもう、もう乾燥。お願い、やめて、進まないで。プチュン、プチュン、プチュン、待て。え、大丈夫大丈夫、本当に。え、ストップストップストップ。90、90、もう90何パーでするよね、プチュン。
はい、あーさあ嘘でしょ。2-1でいく。ハイプチューン、ハイプチューン、ハイプチューン。え、そうでしょ。あ、あ、苦しさそこまで引っ張られることあるんだ。めちゃびっくりした今。いけたんだよね。いけたんや、いけたんや。はい、いただきます。あ、先生食べたん。あ、ごちそうさまでした。急にセクシーなんという世界観完走しました。ここからはもうこの数字をめでる時間なので。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょいとお待たせいたしまして。いえいえ、とんでもございません。はい、完走したんです私、青鬼を。もうマジで青鬼なんや。しかもおめでとう。しし、得意やな。得意なんかな、分からんけど。結構完走してない青鬼だ。完走したから、うん、後半分からへんけど、ちょっといけたって思ってて。ワンチャン身を感じる。可能性を。ワンチャン可能性を感じる。可能性を感じるけど、結構使ってるからな。結構使ってる。投資が1050枚の回収が、2443枚プラス1393枚あれちょっと待って、微妙な顔してる微妙な顔してる。プラス 1300 どうぞ。プラス1393枚。ちょっと待って、ちょっと待って、投資が1450枚、回収がゼロです。あー、ちょっと待って、1450枚だから50枚くらいってことやっとる、盛大に。動画の一つに昔二人でやってたなんかミニコーナーみたいなのかな。ミニコーナーやね。なんか下ネタっぽい言葉でしりとりをするっていう。そうだから完全な下ネタじゃなくて、うん、ぽい、なめことかね。そう、なめことかぬるぬるとかでも OK みたいな。連想させる嫌やな。なんか20代でやるのと30代でやるのちょっと違いますね。それやね。ね、じゃあ雨も降ってきたから、うん、行こう、やるか、やろうか、やるか。懐かしいな。じゃあバイオのおから行きます。はい、じゃあ前に出ていようか張り切りすぎじゃない。やりたかったまでない、言いすぎ。いや、そんな私から始めますバイオのおとか言って。いや、もう、はい、雨降ってきてさ、みんな遅いから。そうやな、もう刺さったと思って。おお、もうあかん匂いするわどうしよう。おっぱい、ごめんなさい。イカイカ違う、違う、もう人によっては、人によっては、人によっては、人によってはかりんとう。ちょっと本当にこんな事態になってしまって申し訳ありませんでした。申し訳ありません。なんかクロススタイルっていうよりなんか100万エールのあれみたいな延長みたいになりましたけど、延長みたいな感じになっちゃったんですけれども、はい、残念でしたね。惜しくも、もう本当に申し訳なかったなって、はい、本来やったらやらんでいいから下ネタしりとり、ね、君やらなくていいから私一人でしないといけない。そうやね、申し訳ない。まあ、全然楽しかったね。楽しかったね、はい、ということで、はい、次のクロススタイルはどんな戦いなのか分かりませんが、本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。それではまた見てください。ありがとうございました。